はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、星野と申します。よろしくお願いいたします。本日はなんですけども、またちょっとまあ、時間が、日にちが結構経ってしまったのですが、まあ発送も結構時間かかりましたかね。はい、という、靴のご紹介なんですけども、ニューバランスの、グレーデーが、今年5月12日からですかね。はい、からというかまあ1週間ぐらいやるとかやらないとか聞いておりましたけども、はい、その中で、私が、まあ、選ばないであろう、998がどうしても気になりまして、まあでも普通に買えるだろうなと、まあ、思っていながらも、一応キス東京さんの方へは一応、保険で応募かけておいたところ、見事に、当選ということで、お当たっちまったぜみたいな、はい、自分で応募しといて当たっちまったぜみたいなね、はい、っていうことで当選したんですけども、なかなか今回ね来るのが4日5日かかりましたかね。うん、で結構時間がかかったので、まあ、ちょっと忘れかけたところポンと、送られてきて、おこれかと、はい、そちらがですね、はい、こちらの、久方ぶりにこの箱買いましたね。はい、こちらですね。はい、どうでしょうか。品番が、U998TA になります。はい、まあこの箱といえば、久方ぶりの私、テリーサンティス、はい、市の、プロデュースというか、色目配色使いになっておるんでしょうか。ちょっと何言ってるか分かんないですけどね。はい、まあテリーサンティス氏が監修した上で、カラーブロックされた998を、はい、お出ししてみたいと思います。はい、そちらはこちらになります。はい、俺ちょっと本当の沼にはまりかけてるんですかねこれ。はい、ちょっと横に置きますね。はい、こちらになります。998どうでしょう。まあこれも多分30年ぐらいですよね前になると思うんですけども、俺も多分20歳過ぎぐらい、20そこそこぐらいでこれが出たような、出てなかったような、はい、気もしますが、はい、当時は見向きもせずという感じでしたが、はい、こちらが、当選ということで、はい、手に渡ってきたんですけども、これがですね、足入れが本当分かんなくて、応募する時にも、結構いろいろな、まあ、ニューバランスを結構、まあね、評論というか、書き込みしてる、ページが結構あるので、結構何ページぐらいですかね、結構調べました。ただやっぱりですね、まあ、ニューバランスっていうのは、まあ矯正靴から始まっているので、もう皆さんジャストで履かれるっていう方がほぼほぼ多いということなので、まあこちらが998がいくつだと、ナイキのフォースだとこれだよ、アディダスのスーパースターだとこれだよっていうサイズが記載されているんですが、まあどこにも私の履き方とはもう当てはまらないね。はい、私はちょっと大きく履きますので、はい、なのでどうすっかなと、また、低反行ってノーズ長かったらどうしようかなと思いながら、低反を一応これ応募したんですよ。で応募してから、まあニコタマにたまたま用事があって、まあ、オッシュマンズさんがあるので、まあ998はねえだろうなと思って、まあパーッと見たら998あったんですよ。でおあるじゃんと思って手に取って、見たところ、えこれでないんなのと思って、ちょっと待てよと。で俺がその時991かなんかを履いてまして、アウトソール合わせてみたんですよ。そうしたらですね、ほぼほぼ変わらなかったんですよね。だからやべやっちまったかなって思ったんですが、見た目、アウトソールの長さはほぼ一緒だったんですけど、そのもうワイズですかね、ワイズとこの、トーガードというかトーアッパーですねの作りがすごい998って小ぶりで、長さは一緒なんですけど見た感が全然違うっていう、はい、のでどうなのかなと思ってビビる、到着してきたところ、私 998US10.5 28.5 ジャストサイズでございました。ありがとうございます。はい、危なかったですね。はい、990の V6 の二の目なんじゃねえかなと思いながら、はい、ちょっと恐る恐る、転半を、一応応募したんですけども、かなり
この998はここの、アッパー部のアッパーの塔の部分がかなり狭いというか、まあこう低いんですよね。こう高じゃなくてこう低い、はい、ここの高さがここですね、あまり、ないんですよ。なのですごい小さく感じました、逆に。ただテンハーフで見た目と、まあ、履いた時のバランスは、私はこれが、テンハーフが一番いいかなと思い、よかったなっていう感じだと思っております。はい、長くなりましたがちょっと見ていきましょうか。はい、どうでしょう、はい、今回もまたこの、ロングヘアの、はい、ビッグスウェードスキンに覆われておりますが、どうでしょうか。はい、鉄の部分、まさかこのねえ998のこのオリジナル型ですもんね。これまで俺行くと思わなかったですね、さすがに。そう、確か、グレーデンの時は、4種類かなんかが、テディ氏に、テディ氏の監修によるもので発売されたと思うんですけど、その代わりにその他、また4種類で合計確か8種類ぐらいの、グレーの、ニューバランスが出たと思うんですが、はい、まさかこれがねっていう、これを選んだという。だから990の V6 悩んだんですけど、俺多分990の V6 はもうぶっ飛んだ色じゃないと多分無理かなと思って、これほんと画像で見る感じ、もうこの横からのフォルムとこのなんですか、アウトソールのこのアブゾーブでしたっけ、ですよね、アブゾーブのこの感じがなんで今更俺良くなってきちゃったんだろうってね、ジジイになった証拠なんでしょうか。はい、ただやはり、でもやっぱ年取ったせいなんですかね、この辺のやっぱ落ち着いた感じの色の方が結構上いろんなガチャガチャした服でも合わせやすいんじゃねえかなっていう、逆に。だから全部をそのなんですか、プレーンに持っていって、足元もプレーン、にノームコアみたいな感じにするよりも、上ちょっとまあこうやって黒、真っ黒で、引き締めて、これを、要は定番のこのグレー色で遊んだりするのもいいかなと思いました。はい、ただですね、これ発売して、俺 US サイトを発売する前ですね、見てたらですね、この998のオリジナルの、GR ですかね、グレー、オリジナルカラーがまあ復刻されておりまして、というかまあアナウンスがもう出てまして、おーマジかとできれば、はい、そちらの方のが欲しかったんですけども、ちょっとね今転送なかなか使いづらい状態になってる、雰囲気になっております。はい、俺ここで喋っていいかわからないんですけど、はい、まあどちらかといえば、このグレーデンに出たこのテディ氏監修によるこちらの、998のカラーブロックよりもオリジナルカラーをこのジジイはちょっと欲しかったなというふうに、思いましたけども、まあ現物が来てみてこれも、納得いったので、はい、気に入っております。そんな感じでまたぐちゃぐちゃベラベラ喋っていきましたが、また単体動画、撮りましたのでそちらもご覧ください。どうぞ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。はい、こちらの、U998TA、になりますけども、まあ、GR のオリジナルは多分日本では
出ないんじゃないのっていうふうにも一応聞いてはいるので、まあ先出るかもしれないですけどね、わからないですが、まあ余裕があれば、そちらも行ってみようかなと。まああとは本当この辺の、昔の何だろうか、この説明してるかわからないですけど、このね30年ほど前の998のオリジナルのこのまあ型、同じ型使ってんでしょうかね、はい、にまさか俺は行くとは思わなかったです。はい、そんな感じで、まあ気に入ってはいるのでよかったんですけども、はい、ということで、本日は、エメレオンドレの親分であります、まあ、テディ・サンティス氏、監修によるこちらニューバランス、U998TA の、ご紹介をさせていただきました。はい、それでは、ご視聴いただきありがとうございました。さよなら。